皆さんこんにちは。東北大学医学部医学科入試院の古川徹です。東北大学医学部は緑豊かな森の都仙台の中心部に広がる清涼キャンパスにあり、仙台の中心部まで徒歩圏内の便利な場所に位置しています。清涼キャンパスには医学部のほか東北大学病院、歯学部、加齢医学研究所、東北メディカルメガバンクなどがあり、お互いに協調しながら医学のみならず人々の健康全般をカバーする研究・教育を行っています。これは清涼キャンパスの全景ですが、奥に見える東北大学病院は1100床を超えるベッド数を有する東日本最大規模の医療拠点であり、常時約800人の医師が働いています。また手前に見える医学部には人々の健康全般を対象にした世界トップクラスの研究室が100以上あり、数多くの研究者や学生が日々切磋琢磨しています。東北大学は日本で最も古い総合大学の一つであり、医学部は大学設立当初から設置された伝統ある学部です。東北大学が掲げる建学の理念、研究第一、門戸開放、実学尊重の精神にのっとり、医学部でも様々な国際交流や重要な発見が古くから行われてきました。東北大学が他大学に勝る強みとしては、何よりも国内最高水準の教育・研究力が挙げられます。その証として平成29年に国内において世界最高水準の教育研究活動を期待される大学として指定国立大学にいち早く指定されました。またタイムズハイヤーエデュケーション世界大学ランキング2021において東北大学は2年連続で日本一と評価されています。さらに医学部においても総合大学の強みを生かしながら特色ある人材養成プログラムが展開されています。そのいくつかを紹介しますと、海外の有力大学とタッグを組み世界を舞台に活躍する人材の育成を目指す国際共同大学院プログラムや、医学だけでは解決が難しい課題を企業や行政、文系を含む他学部と連携しながら解決する人材の育成を目指す卓越大学院プログラムが実施されています。また皆さんが大学を卒業した後に入学する大学院には高度に専門化された医療のプロフェッショナルを養成する特色ある専攻やコースも多数準備しています。このように日本有数の総合大学の部局である東北大学医学部には医療に関わる諸問題を解決するための多彩な教育及び研究システムが整備されています。ハード面でも次世代型水検査をはじめとする最新鋭の大型分析機器を整備した共通機器室や、小動物から大動物を使ったいかなる医学研究にも対応可能な動物実験施設、さらに基礎研究成果が標準医療に至るまでの一連の研究過程を強力にサポートする臨床試験推進センターなど、国内有数の充実した教育・研究環境が整っています。さて皆さんにとって医学とは何でしょうか。また医師に求められる資質とは何でしょうか。私たちは医学とは科学であり、人々の病気を知り治療するための学問であると考えています。また医師とは患者さんを診察・治療する科学者であるべきだと考えています。そのために私たち医学科では診療する科学者を養成するための特色あるカリキュラムを準備しています。具体例をいくつか紹介します。1年次の医療体験学習では、医療機器やシミュレーターを使った実技実習が
医師の指導のもとに行われます。また3年時の医学英語ではネイティブスピーカーによる英語教育が実施されています。さらに医学科のカリキュラム最大の特色である3年時の基礎医学修練と6年時の高次医学修練では、学生の興味や自主性を重視しながら、東北大学はもちろん国内外の医療施設や研究施設で長期間の研修・留学を行うことも可能です。基礎修練や高次修練の期間に数多くの医学生が最長で4ヶ月近い海外留学を経験しています。社会システムや文化の異なる地域でトップクラスの診療や研究を体験することで高い国際性と教養を身につけ、研究医の卵としてかけがえのない経験を積むことができます。さて、東北大学医学部生の出身地と進路について説明します。医学科入学者の出身高校による出身地域の分布をスライドに示します。医学科には東北地方以外からも数多くの学生さんが入学しています。毎年全入学者の6から7割が東北地方以外の高校出身者となっており、令和3年度は 33% が東北地方出身者、41% が関東出身者、26% が東北・関東以外の出身者でした。次に医学部卒業後の進路ですが、ほとんどの学生が国内の研修病院で初期研修を行います。昨年の本学卒業生は現在全国50の主要病院で充実した研修医生活を送っています。研修先は東北地方のみならず全国各地に広がっていることがわかるかと思います。最後になりますが、東北大学医学部では多彩な充実した教育及び最先端医療の研究が実践されています。医学への熱い志を持つ皆さんを心から歓迎いたします。ご清聴ありがとうございました。